はい、来ましたよ。皆様こんにちは、山芋です。本日はこちらファンタジーライフオンラインやっていきます。ちょっといろいろできることが増えました。で、はい、ライフチェンジということで、ライフの方がですね、ちょっと見習いといっぱい人を駆け出しといろいろあるんですが、一応すべてを経験してみました。で、どの職業も面白いですね。これカンストするとなるとすごい大変そうですね。でも皆さんされてるんじゃないでしょうか。で、私メインストーリーの方が第3章が終わって、はい、今に出ますね。第4章ができるようになりましたね。星キャラ、え、何、星4キャラ以上確定なんだろう。これもちょっとやっていかないといけないですね。やっと第3章まで行きました。ストーリーをカンストしてからもっとやり込みが増えると聞いたんですけども、どうですか。で、お願い掲示板が来ました。なんかいっぱいあるんですけども、これをやっていけばいいのかな。イベント匿名、なんかいろいろあります。お願いと、あれもなんかよくわかんない、こうやって報告してみます。そしたらプレゼントがもらえると。あ、1回ゲットしちゃうともうもらえないの。イベント50件もあるけど大丈夫、これ大変じゃないですか。ゆっくりまったりちょっとやっていきたいと思います。で、やっぱやってるとどんどんレベルが上がっていくんですけども、どうせ上がっていくなら強いキャラクターを上げた方がいいので、先にガシャをね引いておいて、で強いキャラクターを育てたいなと思うんですけども、さあガシャりますかね。召喚してみましょうかね。やっぱり最初なんでものすごく石が溜まりやすいですね。ちなみに今日は私アプリでやってます。いつもアプリというかスマホ操作をしてます。で、今までのはパソコンで入れてやってたのでマウス操作だったんですよ。なのでちょっとね顔が出ないバグがあったんですけども、今日はこんな感じで顔が出てますので、ちゃんともう一回出るかどうかの確認としていきたいと思います。なんか今このやつでキャラ限定召喚グレンピックアップってあるんですよね。ということは装備とか出ませんで、まあ装備も欲しいんだけども、まあ、キャラもいい人が欲しいので今日はこちらを引きたいと思います。では行きます。かっこいい。前ここでグレンの顔出てなかったもんね。なんかみんな強そうだよ、欲しい。ではではでは、11連でございます。コインで召喚ってなんだろう。コイン持ってないよね。そんなの持ってない、そんないいやつは持ってない。では行きます。400個、なかなかレベル高いですが、また11月になったらガシャ来るかな。その時までにまた貯めておきたいです。いきます。はい、来ましたよ。なんか特にあの演出とかなくキラキラしてますけども、光りますかこれやばいですかね。何もなくそのまま行かれますか。キラーンとかならない、途中でならない、何もない。やばい、やばい。あ、来ましたね、着ぐるみが。レア、ありがとう、ファボさん。マジか。サラちゃんって持ってるやつ？じゃ持ってないやつか。結局サラちゃんにしなかったのか。一回来たけどやり直したんだよね。あ、ファボ覚醒した。なんか強くなりましたね。ファボめっちゃ出るやん。今日3体目かな。あ、ヒルダちゃんかわいい、ありがとうございます、嬉しい。あ、ヒルダかぶりということは強くなったヒルダさんかな。ありがとうございます。結構覚醒するとめちゃめちゃ上がりますね。よく見てなかった。さあ誰だ。つまみちゃん、星さん、ありがとうございます。新しいキャラクター、ジョーさんも覚醒しましたね。ブリザードレベル2をなんか覚えたようです。さあ誰だろう。キャラばっかり出るのも楽しいですね。武器も嬉しいけど、もうこれ覚醒って4個までしかできないの。あんまり引かない方がいい。レア、プーリー、始めますか。あ、裁縫の人だ、嬉しい、いなかったから。誰かっこいいじゃん、星4だよ、イケメン。イアンさん、
ありがとうございます。星5は出なかったけども、まあいいでしょう。覚醒したのが結構いますね。星4の方が 1,2,3,4,5 半分が星4だったんですね。星4 OK、 まあいいと思います。初めなんで何でも嬉しいです。ここのさ、この星の庭、これもこの前行けるようになったじゃないですか。ここもちょっとよくわからないんだよな。なんかポイントで購入とかなんかすごいね。星5もめっちゃ頑張ったら交換できるということですね。ガシャで被ったやつを交換できると。あ、星屑ストーンっていうのが持ってるんだ。こういうのでも交換できるんですね。しかもいきなり1500とかなるんだ。こういうのは星3とかダメ ?600。あんまり。なのか、星屑ストーンっていうのがでっかいんだな。なんかハッピーが溜まってるんですね。送ってくださってる方ありがとうございます。トークの方も全然見てなくて、存在が分かってなくて、お誘いを受けていたのに申し訳ないです。ちょっと一回開いてみます。よくわかんないんで。何が出るのこれ。なんか星5出たけど、ちょっと待って。星5の何出たのこれ。なんかすごそうだよ。いいやつ出たんじゃないの。あ、こういうのもやっといた方がいいですね。ちゃんと送らないと。で、今、イベント中のやつも、1個だけ、防具だけ交換したんですよね。イベントポイントがちょっと溜まり始めましたかね。フレンドさんなんですけども、何か送ってくださった方がいるようでありがとうございます。ちょっと、誰かにわからない方は、許可をしておりませんので、ぜひコメント欄の方で申請しましたと教えていただけると助かります。ちょっとまた、マルチもしてみたいので、いきなりお誘いをするかもしれませんが、よろしくお願いします。たくさんのアドバイスありがとうございます。コメントはすべて読ませていただいております。まったりまったりやっていくので、よろしくお願いします。皆様ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。またねー。